2024年1月からアニメ早々のフリーレンで新章一級魔法使い試験編がスタートしていますが、魅力的なキャラクターたちがたくさん登場しました。ということでこの動画では各魔法使いの簡単な紹介とともに演じる声優さんたちについて代表作やエピソードなどをご紹介していきます。中の人をあのキャラクターも演じているんだなんて思っていただけたら幸いです。それではどうぞ。カンネ、一級魔法使い試験受験者の三級魔法使い。臆病で抜けているところがあるが隠れた努力家で気遣いのできる性格。同じく受験者のラビーネとは幼馴染で同じ魔法学校の出身。水を操る魔法ディームシュトロワを使う。声優は脇あずみさん、東京都出身、東京俳優生活協同組合所属。代表作として「ウマ娘プリティダービー」「スペシャルウィーク」「ブレンド S」「桜の宮舞香」「彼女も彼女」「水瀬なぎさ」など。2021年3月第15回声優アワードにて新人女優賞を受賞。2023年8月10日ゲームで知り合った男性と結婚されたことを発表されています。ラビーネ、一級魔法使い試験受験者の三級魔法使い。口調は荒いが面倒見が良い。同じく受験者のカンネとは幼馴染で同じ魔法学校の出身。氷の矢を放つ魔法ネフティーヤを使う。声優は鈴代さゆみさん、神奈川県出身、アーツビジョン所属。代表作として「引きこまれ吸血鬼のモンモン」「ビル・ヘイズ」「くのいち椿の胸の内」「朝顔」「ボッチ・ザ・ロック」「イジチ・ニジカ」などがあります。2020年第14回声優アワードにて新人女優賞を受賞。ビアベル、一級魔法使い試験受験者で魔王軍の残党と戦ってきた北部魔法隊隊長でもある二級魔法使い。時に人を殺すことも厭わない冷酷さの一方で根は優しく仲間思いな一面もある。声優は谷山紀章さん、山口県宇部市出身、ケンプロダクション所属。代表作として「文豪ストレイ・ドッグス」「中原中也」「進撃の巨人」「ジャン・キルシュタイン」「歌のプリンス様」「マジラブ」シリーズ「篠宮夏樹」など。とにかく足がお速い。中学時代に 100m11 秒5、高校時代は 400m49 秒6で県大会で第2位。声優界最速を自負されているとか、母親からはキー君と呼ばれているそうです。ユーベル、一級魔法使い試験受験者で三級魔法使い。饒舌で常にうっすらとした笑みを浮かべている。人を殺すことへの抵抗がない。声優は長谷川郁美さん、栃木県出身、ラクーンドッグ所属。代表作として「ボッチ・ザ・ロック」「北行くよ」「ウマ娘プリティ・ダービー」「美穂のブルボン」「弱キャラ友崎くん」「七海みなみ」などがあります。高3で進路を考えるとき、漠然と声優に興味があったのと、もう勉強したくないなぁと思ったことが声優の道を進むきっかけだそうです。連剣、一級魔法使い試験受験者で二級魔法使い。権力争いの末に宮廷魔法使いの座に。一級魔法使いと遜色がない実力の持ち主。声優は斎藤二郎さん、栃木県出身、県有オフィス所属。代表作として「進撃の巨人」「テオ・マガト」「ピーチボーイ・リバーサイド」「犬」「僕のヒーロー・アカデミア」「クリムゾン・ライオット」などがあります。趣味は山歩きで特技は猫遊び。ラント、一級魔法使い試験受験者で二級魔法使い。クールな性格で他人を信用せず打ち解けようとしない不愛想な青年。声優は小松翔平さん、福岡県出身、ケンプロダクション所属。代表作として「賢者の孫」「アウグスト・フォン・アールスハイド」「アイドルマスターサイド M」「木崎蓮」「ナンバー24」「鶴安成」など。2019年9月16日、人口上位 2% の知能指数を有するものの交流を主たる目的とした非営利団体であるメンサ会員になったことを報告されています。ちなみに声優のメンサ会員は小岩井小鳥さんに次いで2人目です。リヒター、一級魔法使い試験受験者で二級魔法使い。魔法への知識も豊富な実力者だが、目的のためには殺しも厭わない。声優は花輪英二さん、山梨県出身、県有オフィス所属。代表作としてファンタジックチルドレン、リュマ、デミアン、西洋骨董洋菓子店アンティーク、小早川千景、タクトオーパスデスティニー、ザーガンなど。趣味はスキューバダイビングで特技は柔道。ラオフェン、一級魔法使い試験受験者で三級魔法使い。魔法使いとしては未熟ではあるが、素直で優しい性格で伝剣に目をかけられている。声優は石上静香さん、東京都出身、大沢事務所所属。代表作として下ネタという概念が存在しない退屈な世界、家事をあやめ、男女に出会いを求めるのは間違っているだろうか、シルフローバ、職撃の相馬、水戸郁美などがあります。声優になる前は漫画家を目指しており、高校時代には商業誌で連載経験があります。エーレ、一級魔法使い試験受験者の三級魔法使い。魔法学校を首席で卒業した実力を持つ。石を弾丸に変える魔法ドラガーテを使う。
声優は伊藤かなえさん、長野県長野市出身、青鬼プロダクション所属。代表作としてとある科学のレールガン、サテンルイコ、僕は友達が少ない、柏崎瀬名、ソードアートオンライン、ユイなどがあります。声優ではなかったら陶芸家になっていたそうです。2010年3月、第4回声優アワードで新人女優賞を受賞。2011年3月、第5回声優アワードで助演女優賞を受賞。そして2024年1月、ご結婚を発表されました。シャルフ一級魔法使い試験受験者の三級魔法使い、花びらを鋼鉄に変える魔法ジュベラードを使う。声優は村井雄二さん、秋田県出身、ステイラック所属。代表作としてエデンズゼロ、ジェシー、バジリスク、オウカ忍法帳、イロートロエイツマ、老後に備えて異世界で8万枚の金貨を貯めます、ウルフファング隊長などを演じられています。エーデル一級魔法使い試験受験者で二級魔法使い、一人称はわしで老人のような口調をしている。声優は黒沢智代さん、埼玉県秩父市出身、東方芸能所属。代表作として響けユーフォニアム、大前久美子、スキップとローファー、岩倉光美、ゆるキャンシーズン2、時彩乃などを演じています。2018年3月、第12回声優アワードにて主演女優賞を受賞。2023年6月8日、ご結婚を発表されています。ブライスキンヘッドの男性魔法使い、一次試験でエーデルと同じパーティーになる。声優は高橋真也さん、山形県酒田市出身、ラクーンドッグ所属。代表作としてガレイゼロ、伊豆名紀之、四季、村迫正雄、暗殺教室、三村幸喜など。好きだった作品の最終回を視聴し、まるで置いていかれたような気持ちになり、自分もアニメの世界の住人になりたいと思ったのが声優を志したきっかけです。ゼンゼ一級魔法使い試験の試験官を務める一級魔法使い、少女のような見た目で自称平和主義者だが、表情は乏しく口調は厳しい。声優は照井遥さん、岩手県出身、青鬼プロダクション所属。代表作として未確認で進行形、夜の森小紅、結城優菜は勇者である、結城優菜、アイドルマスターシンデレラガールズ、桜井桃花などがあります。ヒカルの碁が大好きで、2020年の春1回目の緊急事態宣言が出た時から週4で碁会所に通い、囲碁の勉強を続けた結果、わずか4ヶ月でアマチュア初段試験に合格されています。2021年3月3日、囲碁棋士の平田智也さんと結婚されたことを報告されています。ゲナウ一級魔法使い試験の試験官を務める一級魔法使い、常に冷静で表情がほとんど崩れない。声優は新垣太郎介さん、沖縄県島尻郡久米島町出身、マウスプロモーション所属。代表作としてフェイトゼロ、マトオカリア、テニスの王子様、キテ英志郎、僕のヒーローアカデミア、トウガタミリオなどがあります。テニプリで演じたキテ英志郎が沖縄出身ということから、キャストの沖縄方言の指導をされたそうです。レルネン老齢の一級魔法使い、魔法使い試験の受付会場でフリーレンたちの後ろにいたおじいちゃん。声優は宮内敦さん、埼玉県出身、ミキプロダクション所属。代表作として結界師、住村正森、東のエデン、物のべ大樹、ワンピース、ビンスモーク2次などがあります。特技は乗馬、盾、資格は少林寺拳法2段。ファルシュ一級魔法使いの男性、フリーレンを見てなんか熟練のロー魔法使いみたいな魔力してる人いると評価。声優は白石健人さん、山口県出身、 AT1 プロデュース所属。代表作としてデュエルマスターズ、ウサエレキ、 2.43 声援高校男子バレー部、沢渡雄飛、ワンパンマン、デスガトリングなどがあります。はい、ということでアニメ早々のフリーレン新章一級魔法使い試験編に登場するキャラクターの声優紹介でした。他作品で演じたキャラと比較して演技にどんな違いがあるのか比べてみると面白いかもしれません。それではこの辺で次の動画でお会いしましょう。